ワン、ツー、スリー、フォー、テッ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 、モコガチャモコキッチン。ハツンツンタッタツンツンタッタツンツンタッタツンタン、ツンツンタッタツンツンタッタツンツンタッタツンタン。アイハーバン肉じゃが、アイハーバンモコ先生。あー、肉じゃがアレンジモコ先生。肉じゃがアレンジモコ先生。まんまじゃないですか。え、そうですか。結構これ渾身のアレンジだなと思ったんですけど。でもね、いい感じだったよ。いい感じでした。すごくでしょ。ありがとうございます。つままないよりはいいね。つまむよりはいいね。つまむよりはね、はい、はい。というわけで皆さん、今日はお待ちかねアレンジレシピの日ですぞ。アレンジレシピということで、この余った肉じゃがを使って、もこ先生、簡単アレンジをお願いします。もうこのまんまでいいんじゃないのかな。いや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 、待って待って待って、確かにこれはとっても美味しいですよ。今はもう味も染みていて、きっと最高ですよ。ですが、ここからさらにアレンジを加えることで、もう最高の最高にしちゃってくださいよ。そしたら、じゃあアレンジするならば、うん、肉じゃがと、とちょっと衣で、衣で、肉じゃがコロッケ、肉じゃがコロッケ、肉じゃがコロッケですか。これはね、もう美味しいのでね。いやー、うん、たまりません、たまりません。なかなか多分出会えないんじゃないかなと思うんだけど。そうですね、私も初めて聞きました。ちょっと楽しみじゃない、ね、じゃあ作りましょうか。はい、行きましょう。よし、それではクッキングスタート。今日はアレンジガチャピンチャンネル。さあ、始めていきましょう。はい。で、ここにもう揚げ油があるんですけれども、はいはい、用意してください。はい、肉じゃがなんですが、ここに入れるんですけれども、ちょっとこのおつゆお汁があるので、はいはいはい、これをちょっと今日はね、外しちゃいます。外しちゃうんですか。そう、もったいない。そう、もったいないんですけどね。おつゆを切った肉じゃがをボウルに入れる。これをね、ちょっとどうするかというと、うん、ありがとうありがとう。いいえいいえ。さあ、これでマッシャーを使って、うんうん、あ、はいはい、マッシャーを使って潰しちゃおう。あ、OK。 あ、楽しそうですな。そう、でこれやっていただきます。ちょっとやっていいですか。やります、やります。ギャーッちゃかなか、ちょっとね、力がいるかな。よーし、さすが。ほーっ、うーっ、うーっ、あ、どう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 、はみ出しちゃった。いや、ほーっ、どこいしょーっ、ふーっくらばっ、たったったいや、ほっ、はらっ、ほっ、あー、なかなか、ほんの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 ほな、ほかたかかかほむ、ほな。お、いい感じにマッシュになったね。なりました。なりました、なりました。あ、さすが、力持ち。いえいえ、押さえていただいてありがとうございました。任せてよ。じゃあこうやって潰していきながら、で、あとはまた混ぜます。こんな感じでもう多少ね、ちょっと残ってても大丈夫、うん、こうやって形が、はい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 。で、またまあこういったスプーンとかフォークを使ってしっかり混ぜます。混ぜ混ぜ。要はコロッケにするので、揚げ物にするので、この水分が多いとまとまらないんですよね。あー、なるほど。そう、あ、だからさっきおつゆを取ったんですね。そう、よいしょ。ここで小麦粉と卵とパン粉を用意してください。はいはい、手に取って、手に取って、よいしょ。ちょっと形を整えて、ほほほほほほほ。小麦粉の上に、これをつけてあげると。ムックも作る？作りたいです。よし。そしたら手が汚れちゃうといけないので、ラップを用意します。ありがとうございます。同じサイズでいいのかな。いや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 、大きいの、大きいのにしましょうよ。一口サイズ。いや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 、一口では食べられないサイズがいいですな。じゃあ僕のよりちょっと多めにね、うん、いっぱい多めでもいいですぞ。あ、いいですね、いいですね。もうちょい、もうちょい行きましょう。あ、じゃあお肉だ。うわ、うん、いい感じ。やった、やった、これはね。それやりすぎ。やりすぎ。揚げられなくなっちゃう。あ、そうそうそうね、そうね。やりすぎはダメですな。よし。はい。いや、大きいコロッケができそうですぞ。これでだいぶ、これでキュッキュッキュッと。はい。はい。キャッ。キャッ。キャッ。
どれぐらいこれはギュッてすればいいですか？もう結構あの強めに、強めにギュッとギュッとね、ギュッとやりすぎるとあの潰れちゃうので、なんだろう、しっかり詰めるって感じかな。詰めるね、なるほど、潰す感じ、力任せじゃダメよ。ダメね、はいはいはい、ギュッとね、ギュッとするけど、こう真ん中にこう寄せるような感じ。そうそう、あ、バッチリバッチリバッチリ、あ、どう、完璧、やった、完璧、いただきました。いい感じだね。あ、でしょ、よし、外しちゃいましょう。はい、あ、まぶしてあげるんですな。雪のように。どっちみちね、結構あの水分を含んでるから、はあはあ、柔らかいので、はいはい、またちょっと崩れたりしちゃうんですよ、こうやって少しね。あ、そうですね。なので、うん、粉をしっかりつけて、しっかり表面にで払い落として、うん、で卵にくぐらせ、なるほど、くぐらせて、でこれをパン粉にドーン、パン粉もしっかりまぶしてあげてね。ほうほうほう、でここでまたキュッキュッ、よいしょちょっと重いですけど、重いなかなかのサイズ感で、私の力作でございますから。でね、ちょっとね柔らかいので、あー、なるほど、手でこうスッと入れるんではなくてですね、ちょっとそーっとそーっとね、揚げ油に入れたいので、はい、そーっと、よいしょ、よいしょ、来ました。お、びっくりした、わわわわ、お、びっくりした、もこ先生大丈夫ですか？びっくりした、お、まあ、いい感じに、あ、早いね、あ、もうあっという間に色が変わってきますね。変わりましたね、しっかり油もかけてあげて、これはもう表面の色が美味しそうになったら出来上がりですか？出来上がりです。これでね、だいたい180度、はい、あっという間、美味しそう、うまそう、うわー、ちょっと、うわ、俺この色好きだわ、いや、私も大好きですよこれ。僕のも、じゃあ入れちゃいます。はい、うわー、はは、油をかけてあげて、いい感じに色がついてきましたね。うん、おお、でこうやってまたひっくり返して、ここがポイントですな。やっぱりこうずっとつけとくよりは、こうこまめに油をかけてあげた方がいいんですかね。油をかけてあげたり、ちょっと深手のフライパンで揚げてるんで、うんうん、ちょっとそこの部分に肉じゃががついてるから、はいはい、焦げないようにちょっとこう浮かしてあげたり、あ、なるほどね、繰り返してあげたりすると、うん、なるほど、なるほど、そうそうそう、ずっとそのままの状態だとそこの部分がこう焦げちゃうんで、あ、よし、もういいでしょう、はい、はい、できました。いい感じじゃないですか、ね、あら、おいしそうなお色、すごいボリュームだ、ね、本当こんなに大きなコロッケ見たことないですよ、ね、盛り付けに入ろうかな、はいはいはい、はい、ちょっと、ね、ん、なんですか、私お片付けをしているだけですぞ。まあ片付けちゃ片付けだけどね、お気になさらず、お気になさらず、もうアレンジの意味がないじゃないの今日の。あ、まさかお皿は食べないよね。いやいやいや、待ってください、もこ先生、私を何だと思ってるんですか。びっくりした今、お皿に乗せるかなと思ってね。さすがさすが、はい、キャベツ、あ、キャベツ、あ、キャベツ、コロッケにはキャベツですよ。このキャベツ色がいいですね。いい色ですね。そこにコロッケをちょっとどーんと、どーんと、上へ来た、来た来た来た、で、よいしょ、ちょっと僕の方が、お、やっ、来た、いいね、見てくださいよこの詰まり具合、すごいですね、しっかり入ってますね、そしたら、はい、出せて、よし、さあソースを作りたいところだけども、今日はいらないです。え、いらない、もうね、肉じゃがに、肉じゃが、あ、もう完璧な味付けなので、味がついてますからね。そう、今日はソースのいらない肉じゃがコロッケの完成だ。やったー、できました。よし、じゃあいきますか。はい、もこむくキッチン、うまいよ、絶対絶対おいしい。
今日もいいアレンジ料理ができたね。できましたね。だってもうこのコロッケの中には三兄弟に牛肉が入ってるんですよ。そう、これは美味しいに決まってます。いいよね。ねえ、しかもソースもいらないし。そうなんですよ、味が染みてるというのが。あったかいうちに、揚げたてのうちに食べましょう。そうだ、食べよう食べよう。はい、ガチャピン起こしてきますからね。おはよう。おはよう。あら、いいタイミングだよね。ちょっとコロッケじゃない、これコロッケじゃないんだ。そうなんです。そう、アレンジしました。これって肉じゃが。そう、肉じゃがコロッケです。コロッケを合わせたので、もう夢の共演なのよ。すごいじゃないか。そう、夢の共演だし、これまたコロッケなので、こうモノマネしたくなるような。いや、やっぱ何でもない。モコ先生、新境地。モコ先生、もうあの一足先にこうちょっと寒い空気が。そうだね、読み取れたので。ちょっと冷めたから熱々のうちに食べましょう。そうしましょう、そうしましょう。余計なことするもんじゃないの。とりあえず皆さん、簡単にできましたんで、ぜひぜひ作ってみてください。はい、ね、あとダジャレも募集してます。こちらまで送ってください。お願いします。バイ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 。いや、負けてられませんな。